次に発生届が出ない人について説明します。2つグループがありますが、1つ目の医療機関を受診して感染が診断されたが発生届が提出されない方、この4タイプ以外の方になりますが、その方々は保健所から連絡は来ません。で、連絡来ない、発生届がないことで心配かもしれませんが、県内では BA.5 の感染により69歳以下の方で肺炎中等症以上になる方は1000人にお二人、肺炎も軽症も含めて全入院も1000人に5人と、重症化ほとんどありません。医療機関を受診して感染が診断されて発生届が提出されない方は、この青いチラシを医療機関でもらいます。その裏側に支援相談窓口の電話番号が記載されています。食料の配送や宿泊施設での療養を希望される方はこちらに電話をしてください。また症状が悪化して再度受診したい場合は、感染の診断を受けた医療機関に相談していただくか、そちらが休診等の場合は相談支援の電話をお願いします。